ちゃいましたよ、新しい靴。はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人のすばるの奥野です。よろしくお願いします。新年早々買っちゃいましたよ、新しい靴買っちゃったんですよね。で、今回はですね、その新しい動画の開封動画、これやってみたかったんですよね。さあ、というわけで、早速開封していきたいと思います。さあ、こちらでございます、こちらですね、靴のセレクトショップトレーディングポストさんで購入してきました。さあ、何の靴なんでしょうか。じゃん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 。あ、100だ。さあ、こちら、もう見てわかる方も多いんじゃないでしょうか。このネイビーの箱に金の文字で書かれておりますのは、そう、トリッカーズでございます。トリッカーズが今セールでですね、かなり安くなったんで、もう思わずもうすぐ買っちゃいましたね。はい、それでは開けていきたいと思います。さあ、これ箱を開けるとこういったようにですね、何ですかこれ、布が入っております。で、この布を開けると靴を入れる用の、袋になってますね。これが靴が、片方ずつ入るように靴を入れるための袋が2つついております。かっこいいですね、これトリッカーズ。かっこいい、トリッカーズかっこいいですね。これめちゃめちゃテンション上がりますね、これ見るだけでも。そして、靴の袋の中にはこれが、緩衝材が入ってまして、これをどけるとうおー、出てきました。これかっこいい。さあ、トリッカーズの靴でございます。先ほどの布をさらにこうやって開けると、うわかっちょいい。さあ、もう片方が右足が出てきました。で、この布はで、これ中にですね、安全で快適な歩行のためにというトレーニングポストさんが入れている注意書きが中に入ってました。中に入った布は本当にただの布ですね。やってるくらいにしか使えない、もう本当にもうただの布ですね。ね、まあこんな風に使う人はいないと思うんですけど、これもうありがたいですね。もう家に後で壁に飾っておきましょう。ポスター代わりにね、これ後で貼っときましょうね。さあ、というわけで出てまいりましたトリッカーズの靴でございます。さあ、めちゃめちゃかっこいいでしょ。あ、その前にですね、これ紐結んどきましょうね。さあ、見てください。いや、もうこれね、かっこいいっていうか、もう美しいですよね、もう。さあ、トリッカーズといえばですね、英国王室で御用達の靴ブランドでございますけれども、150年以上のめちゃめちゃ長い歴史のある靴なんですよね。で、この靴がですね、創業以来固く守られているハンドメイド、ベンチメイドといいましてですね、ハンドメイドは普通に職人さんが手で作ってるって分かるんですけど、ベンチメイドっていうふうに言われてましてですね、1人の職人さんがベンチに腰掛けて1から10まで200ほどの工程はあるんですけど、それを1人の職人さんが全部やってるみたいなんですよね。1人の職人さんが手作りをしているということからですね、もうこれにはその職人さんの魂が込められていると言っても過言ではない、そういった靴になってますね。これをね、どういった職人さんが作ったのかなみたいな、そういったことにもですね、思いを馳せるっていうのもまた一興だと思います。いいですね。このメダリオンというですね、穴飾りがこれトリッカーズの上になるんですけれどもですね、トリッカーズってやっぱ結構ハンドメイドなんで個体差があったりするんですよ。この穴飾りがですね、小判の中に隠れちゃってたりするんですけれども、これは当たり個体ですね。綺麗にメダリオンが靴の小判に隠れずにくっきりと見えております。靴によってはですね、ちょっとメダリオンがこの小判の下にですね隠れてしまったりっていうのもあるようですね。なんでですね、やっぱり実際の店舗に行って、トレーディングポストさんだって、あと百貨店とかに行って、いろんな個体がありますので、そういったものもですね、見極めて買うと、またさらに愛着が湧く、そんな靴になってますね。かっこいいですね、このガツンと張り出したコバ。これがまたかっこいいんですよね。で、これ、グッドイヤーウェルト製法っていう製法になってまして、ソールがですね、靴に縫い付けられているような形となっておりまして、ここの紐を外して、ソールをガッと取り替えることもできるので、ソールが減ってしまっても長く使える。そんな靴になってるんですよね。ソールもですね、今回ですね、レザーソールの靴になってまして、レザーソールになるとですね、ラバーソールと違って、履いた時の履き心地がすごいいいんですよね。しかも、レザーなんで、足から出る湿気っていうのも、このソールが吸ってくれるので、靴の中で足が蒸れる心配がかなり少なくなります。またですね、このグッドイヤーベルト製法の靴っていうのは、中にですね、靴の中に練りコルクが入ってるんですね。で、トリッカーズの靴はですね、その練りコルクの量が多いらしくて、履いていくとですね、どんどん足の形に靴底が沈んでくるんですよね。そうなるとまたですね、自分の足に馴染む靴に成長していってくれるんですね。そうなりますとですね、またさらに愛着が湧いてくるんですよね。かわいい。さあ、ただですね、こちらトリッカーズの靴っていうのは、皮がかなりしっかりしているので、最初はめちゃめちゃ皮が硬いんですよ。なので、靴をどんどん履いてですね、皮を柔らかくしていかなければいけないんです。最初はですね、靴が当たってしまってですね、血だらけになるみたいな、そういうことも人によってあるみたいなんですけれども、1年2年ぐらい履いてですね、足に靴が馴染んでくるみたいなんですけども、そうした時のですね、また履き心地が抜群みたいなんですよね。ということでですね、どんどんこの靴を履き込んで、自分だけの靴にですね、育てていきたいと思います。次の動画ではですね、新品の靴の下ろす前のケアの方法を、こちらのトリッカーズの靴を使って説明していきたいと思いますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。さあ、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなぁと思った方は、こちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にある Twitter で告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。